静岡市役所清水庁舎の移転計画についてです。静岡市の田辺市長は今日、移転に反対する市民団体が要望していた住民投票を行わない考えを明らかにしました。今日、市長発議の住民投票は行いませんという回答をさせていただきました。田辺市長は今日、強い口調で住民投票の実施を否定しました。静岡市は現在、老朽化した清水庁舎を建て替え、JR 清水駅の東口へ移転する計画を進めています。しかし、この場所が津波浸水区域に含まれることが、一部の市民から問題視されています。庁舎東口移転に関する反対、不安、疑問の声に耳を傾ける姿勢は全く感じられません。市民団体は先月、移転計画の賛否を問う住民投票の実施を田辺市長に求めていました。しかし、今年4月の静岡市長選挙における市長マニフェストにおいて、新たな町のシンボルとなる新清水庁舎の整備を掲げ、そのマニフェストを踏まえた選挙において、おかげさまで信任を受けたと考えております。田辺市長は、清水庁舎の移転は選挙公約であるとして、改めて計画を推し進める意欲を示しました。とても、信任を受けたというような発言をされることについては非常に違和感を感じております。よくこういう文言が使えるものだなと、実際、何と言うんでしょうね。何と申し上げたらいいでしょう。呆れ返っております。私は。はい。市民団体側は、選挙での田辺市長の清水区での得票率は半分にも満たないなどとして、改めて市民への丁寧な説明が不可欠だとしています。静岡市は13日から始まる市議会9月定例会で、清水庁舎の整備にかかる補正予算案などを上呈する予定で、田辺市長は市議会で判断を仰ぎたいとしています。